穴開けて作っちゃいました。プロジェクター置いて、まあ、プレゼンしたりとか、チームの成果報告したりとか使えるように期待して入ってみて、実りもありそうだなってだんだんと感じてきました。非常になんかいいですね。これクラスの今回なんですけど、IT ×家具みたいなところに結構注目して、そのぴったりな家具が欲しいっていうのがそのアイデアの原点で、ピリピピピってやると、まあ、実際見た目でこう変えることができる、サイズ変更した後に注文して変えることができる、でそれがこのこういった製品なんですけど、組み立てるだけでこうできる、これだとその箱ってはまるようにこうなっているんですよ。それがスマホスタンドみたいなそういう感じのものですね。そもそもこれがないとできないんで、ホイールじゃないとそもそもできない。今度僕らイベントがあって海外行くんですけど、一番嬉しいのはこういうことやるんだったらこういう人紹介するよみたいなのをこう紹介してもらったりとか、まあ、すごいありがたいです。スマートフォンのアプリとかを作ったりしてるんですよ。ラストフィードさんっていうのは、うちは映画ですとか海外ドラマ、まあ、エンターテインメント の, 作品のウェブのプロモーションをやる。たまに見たことあるんですけど、映画のアプリ、プロモーションアプリなんかたまにやってると思うんですよ。そう、アニメとタイアップで作ってました。なんかそういうプロモーションアプリとかだったら結構絡めるかもしれない。そうですね。アプリのマーケティングツール、うん、調査分析ツールとしてはかなり国産では面白いことをやれているんですよね。映画の公開前にプロモーションアプリのダウンロードした人を見れば、割とその性別年齢の構成だったりとか、それなるほどいいですね。わかりますよね。わかります、わかります。これでやれば、そう、先にアプリだけ出しちゃって、それなんか形になりそうなんかなって感じますね。ちょっとなんか話し合いましょうか。そうですね。一回ちゃんと普通に話し合います。カメラがないところで。カメラ。使え。そうですね。そうですね。なんか本当できそうですね。できそうですよね。
一軒家から始まって自分たちの力だけでやってきた感じがあるんですけど、今後は本当にここに入ったのをいい機会にどんどん日本だけじゃなくて海外展開みたいなところも積極的に進めていきたいなっていうのはまあ一つ、ここでの出会いっていうのはたまたま近くにいた人たちとの出会いから始まるんで、そういうのがこう意外に新しいことするとき良かったとか、他の方々と新しいものをこう一緒に生み出していく、まあ、そういうのがこうできていけばかなり面白いのかなと。